まるでお祭りのような熱狂を見せているのはインドの総選挙。有権者は10億人にも及び、世界最大規模の選挙と言われています。そんな中、街にはこんな仮面をつけた人たちがゾロゾロと。この仮面の人物こそが今回の選挙でひときわ注目を集めているモディ首相。3期目の続投を目指しており、 X のフォロワーは驚きの9800万人超え。すさまじい人気ぶりです。記録的な数の国民たちが投票してくれた。開票は明日の予定ですが、現地の出口調査ではモディ首相率いる与党連合が過半数の議席を獲得する勢いだと報道されています。投票は4月中旬から今月1日までのおよそ1ヶ月半にも及び、なんと100万箇所の投票所で7回に分け実施。また特徴の一つがこちら、投票してきた人々の指に塗られたインクです。実はこれ、投票をしてきたという目印で、これを見せるとレストランの料理やチャイのサービスが受けられるとあって、多くの国民が投票所に詰めかけることとなりました。思えば日本人にとってはあまり馴染みのないインドの総選挙。ここからは世界最大民主主義国の選挙と支持を集めるモディ首相に迫ります。ではゲストをご紹介します。在日歴20年、半導体企業で働くインド人で、モディ首相を支持されていますシバラム・プサパティさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてもう一方、インドからのご出演になります、戦略科学者で IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いわゆるですね、こう日本でいうところの、活動というところの、まあ、今映像出てますけれども、このパレードっていうのがやっぱりちょっと特徴的でね、はい、まあ、いわゆるフェスなんですよね、あの国民の皆さんにとっては。だからこう、まあ、フェスで推し活みたいな、まあ、そういう状況が多分繰り広げられているというイメージが正しいと思います。これ中川さん、他の対立候補も例えばお面があったりとか、まあ、これだけの人数が集まったり、まあ、なんかその盛り上がりでいうとモディ首相特別な感じなのか、それともまあインドの選挙一般的に見られる光景なのかでいうとどういう感じなんでしょうか。あのですね、まあ、野党が、まあ、野党としてですね、ラフル・ガンジーさんという方が、まあ、名門の、まあ、世襲といえば世襲批判に当たるわけですけど、まあ、その方もいるわけですね。で、一方で、こう与党側というのは、モディさんを立てているわけですけども、まあ、より与党側の方が、人物崇拝、個人崇拝に近いような形はあって、しかも前回までの選挙とかだと、どちらかというとですね、党としてどういう実績があったかみたいなことをプッシュしてたんですけども、今回一気にですね、個人としてモディさんがこうすごいみたいな、個人崇拝の方に一気に傾いたあの感じはあって、それはもう党としてそれを打ち出しているというところはありますので、まあ、それがいいは悪いは別にして、あの党の意思決定として、モディさんの個人に魅力をつけるような戦略を取っていたと思います。モディ首相、ね、支持されているということですけど、どういったところが理由なんですか。まあ、モディさんという方は、まあ、実は、まあ、インドにはですね、たくさんいます、実は。で、彼の、まあ、あの大きな側面は、彼は人間性というかスピリチュアル面が強いんですね。で、普段そのような人はあんまり政治家にやってこないんですね。例えばなんかの、まあ、彼ももともと多分なんかヨガやって修行やっていきたいとか、そのような方向だったはずなんですけども、で、まあ、たまたまというか、まあ、運命とか政治にやってきたんですね。でもそうは言っても、そのような人がやってきても政治家にはあんまり、ね、長い間いられないんですよ。普通もうなんかいろんな人に責められてもう いっちゃうんですね、その方が。でも彼の場合は特殊なところは、彼の政党は彼をもうゼロから育てたんですね。だから政治家でちゃんと彼はもうビジネスライクの時でちゃんと育てられて、一方で人間性が強い、だから両方彼はバランスできたから、多分彼はもう国内でも国外でも
成功してるって言ってるかかなと思います、まあ、それだけ博愛的な方なのであれば、うんうん、まあ、なぜそのムスリムを差別していくような市民権法っていうのを作ったのかとか、例えばロヒンギャの方々とか避難されてこられたけれども、まあ、残念ながら送還するようなことになった、まあ、これだけ世界秩序において大きな力を影響力を見せるのであれば、そうしたこう感覚というのは非常に問われるべきかなとは思うんですけど、果たして本当に博愛主義者なのかというか、そこはどう思われますか。だから、まあ、このような人がもう例えばなんか結構まずいろんな基準で考えないといけないし、うん、まあ、総括的に包括的に考えないといけないんですけども、彼の場合はどんな基準をと持ってても彼は成功してるんですよ。例えばもう若者のインスピレーションですね。本当に彼は触発的な人です、うん、で国をもうどんどん発展していってる。でインフラの観点でも外交の観点でも、まあ、国の全体を一緒にしていってる観点で、うん、もうこれはもうさっきみたいになんかもう政党よりも人がもうどんどんなしてけトップ出てもう強くなっていってるぐらい言ってて、それは警戒しないんですか。政党政治というか、まあ、その民主国家としてある一人のスーパーリーダーに引き寄せられていくことはリスクとは思わない、ある意味で独裁につながってしまわないのかというところは、そうなんですよ。だからこのような人はすごく強くなるとですね、うん、彼をなんか抵抗する観点がなくなって、うん、それはたった一つのものは、うん、もう彼は独裁者だと、うん、というしかないんですよ。だからまあそれはそう言われたらまあそれはまあ当たり前というか、うん、まあ、それでも一方で結果としてそうなんだということですね。そうですね、うん、で一方でだからさっきも疑問があったんですけど、継続だから誰か次に誰がやってくるか、はい、後継者の話なんですけども、うん、実は彼の政党は BJP といって、実はねちゃんとした仕組みがあるんですね、うん、さっきのスピリチュアル面でもインド全体のボランティアの活動をやってる。だからもう自分のこと関係なく国のためにみんなやっていってる団体があって、うん、RSS というものとかの ところから彼がやってきたんですね、うん、実はその団体がこのような人をピックアップして育てて、うん、もうトップにどんどん強くしてるから、ね、別に彼がいなくても、だから私は最初に言ったように彼は一人じゃないんですよ、たくさんいます。中川さんのちょっと評価もお伺いしたいです。いかがですか、モディ首相に対しては。はい、まあ、その間違いなくですね、その前にやってた国民会議派の政権の時にも反腐敗ということで、まあ、閣僚の腐敗も減りましたですとか、それが経済成長のためのインフラ整備っていうのを確実にやってきてるので、まあ、補助金よりもきちんとインフラによって経済成長をという、まあ、ストレートにですね、分かりやすい自由主義経済をやってるわけですね。まあ、その辺というのは成果として間違いなく評価できるっていうことはあると思うんですけども、ただ一方で、今ちょっと、おっしゃっていたようなそのコミュナリズムとか言われますけども、その少数派と多数派の対立っていうものをやっぱりどうしても煽ってしまうというよりもですね、選挙戦術を取っていくと多数派の方に向かなきゃいけない、つまりヒンドゥー教の信者の方に向かなきゃいけないので、そういった意味で選挙戦術をやればやるほどですね、少数派に、不利な政策に なっていくという、まあ、これ構造としてありますよね。だからそれこ そのまずその分断と対立を生んでしまった、アメリカ的な分断と対立を生んでしまったということはあるし、それが激化しているし、その一方で、モディさんの後継というものがどうするのかというのは、先ほど BJP の中ではシステムとしてあるというふうにお話をされてましたけども、ただそれは今まで経験してないわけですね、うん、モディさんみたいなトップのカリスマが今までも出てきて、その後後継者問題が出てきたかというとないので、そういった意味では新しい、インドの今状況にあるということから考えると、決してですね、構造的にまだ担保された後継者問題が解決されたというふうには言えないと思います、うん、ヒンドゥー至上主義を推進しているようにも見えますか、中川さんから見て。思います。それはあらゆる政策においてやっぱりヒンドゥー教に、有利な政策、まあ、ヒンドゥー教に有利というか、先ほどお話で多数派に有利にやっていけば当然ヒンドゥー教に対して有利になっていくという話ですし、あとそのアヨディア問題とか言われますけれども、その、モスクをですね、まあ、潰してみたいな、その話とかも話題になるわけですよね。だからそのヒンドゥー教の寺院を建てましょうみたいなことをやったりだとか、まあ、明らかにそれは宗教的にヒンドゥー教の方が優遇されているなというふうにありますし、まあ、それはでも共同幻想みたいなもんで、例えばチャイナ、僕はずっと研究してましたけど、あそこはマルクス主義というものを一つの共同幻想にしているわけですね。で、じゃあ一方でインドは何を共同幻想にするのかといったときに、モディ政権の場合はヒンドゥー教だったと、まあ、多分そういうことなんですよね。日本とインドの関係性というのはどうですか。まあ、自由に開かれたインド太平洋っていうね、安倍さんの提唱もありましたけれども、中川さんどのようにお考えですか。
これからですね、GDP を見ても、一人当たりの GDP ではなくて、国全体としての GDP を見ても、これ、米中印っていうのが明らかにこう一軍、こう G3 としてですね、いるっていうのは、これ、もう当然の自然の現象だと思うんですよね。で、それがいい悪いじゃなくて、そういう現象だというもとで、我々考えなきゃいけないのは、今まで米か中かっていう対立だったわけです。米中対立という構図だった。だけど、3になると非常に難しくて、3者がこう安定的な競争になるのか、もしくは2対1に分かれるのか、3組で完全に三つどもえになるのかという計算がですね非常に複雑になるわけです。なので G2 の時の構造でチャイナ側に寄ってるのか米側に寄ってるのかとか先進国側に寄ってるのかっていう概念とはかなりもっとはるかにですね2倍3倍以上のですね複雑性の計算が出てきた中での我々4位から10位の中での GDP の一角として日本がどうそこにイニシアチブを4位から10位の中で取っていってその G3 の環境に対応していくのかというのは非常に複雑な計算を強いられると思います。大月さんどう思います、この G3 になるという考え方に関しては。いやもう本当におっしゃる通りで、もしかしたらもうインドが G1 でもおかしくないぐらいな勢いで、特に株式市場とかはもう先走って、投資家は相当インドを評価してますよね。今やもう今この時点だとこの今も出てますけれどもセンセックス指数とか見ても、投資家から見るともうインドを持たざるリスクが大きすぎて、今おっしゃっていただいたいろんな人権の問題とかもちろん市場も気にしますけれども、それでも投資しないわけにいかないということで今非常に注目は高いですよね。いやもう果たして、本当に日本側はよくインドをパートナー重要パートナーって言い方をしますけれども、相手方にとってみたらパートナーに値する国として見えてるのかと、その辺を現実的に私たちも捉まえないと見誤ると、というのがやっぱり先ほど G1 だね、そしてデモクラシー、リベラルデモクラシーちゃんと受け入れてくれますかと、難しいでしょうと多分実際は、ってなった時に我々日本国としてはアフリカであったりとか東南アジアの各国であったりとか中南米であったりとか、ひょっとしたらその超大国によって逆に今度は支配されてしまうような国々の先頭に立って、いや私たちの価値はこれなんだと、権威主義じゃないんだということを言い続けることで、アライアンスを作っていくことがものすごく重要なんじゃないかなと。ただ財界としてはどうしてもインドインドインドって言うから引っ張られるけど、大丈夫金で魂うんなよっていうような気持ちもあります。中川さんどうですか、こう日本とインドってどう仲良くなっていけばいいんですかね。そうですね、まだ先ほども岩先生がおっしゃってたように、ウロ戦争の時に東か西かっていう概念自体がやっぱ米中対立 G2 構造の中でどうインドを取り扱うかっていう議論になっちゃってるんですよね。やっぱりそうじゃなくて、もうインドはあくまでも戦略的自立でもう非同盟中立であるよということで、もうあくまでも別の局なんですよ。で彼ら自身もそれを歌ってるわけですね。でそれは多分国民会議派であろうと BJP であろうと変わらず、そういう状況でいくので、その中で日本の付き合い方はですね、下手すると敵になることもあれば、下手すると友達になることもあるので、でしかも今までみたいに明らかに友人は米国側で、明らかに敵側はチャイナであるという状況じゃないという構造を本当に機敏に捉えていかないと、どう2対1に分かれるのが、ひょっとして米、インとチャイナっていう構造じゃないかもしれない、ひょっとしたら2対1というのは。そういう非常にですね複雑性がある状況の中で、我々はその上の 3局がどういうふうに動いていくのかを考えながら、日本としての付き合い方というのは、これはマクロの問題である。ただミクロの問題としては、今後ですねエリート層だけじゃなくて一般のインドの方が日本に来るようになると、チャイナが起こったような問題は起こると思います。つまり犯罪者がインド人が多いよねみたいな、実際の数字はそうではないけれども、みんなが思ってしまうようなバイアスがかかったりだとか、あとはそのインド人マナー悪いよねみたいなことが起こってくるので、これ文化的な対立には数が多いので、絶対になってくると思うんですよね。で、その辺っていうのは今後今までチャイナが我々経験してきた20年と同じような経験をこれからするんだろうなと思うと、いろんな意味でですね、楽しみでもあれ非常に思いやられるところでもありというところではあると思います。中川さん今出てるので経済的メリットは大きいというふうにもありますけれども、いかがですこの辺りは。それは間違いなく成長率から考えて、特に第二産業、鉱工業産業なんか伸びていくところになると、日本は IT 弱いですよね、そういったみたいな、強い企業もあると思うんですよ。ただその鉱工業というメーカーだったりだとか製造業、日本強い中でやっぱりインドってそこは弱いんですよ。でそれは今まで電気インフラがなかったりだとか不安定化があったりだとかするところで弱かったので、その辺っていうのは日本企業が直接投資とかをすると非常にですね親和性があると。で、マルチ鈴木さんなんて有名な例ですけども、要は非常
常にインドでも車として、受けているという状況があるので、まあ、その辺というのは日本の強みだったところっていうものがインドで生かせる。で、一方でインドが強かったその IT っていうのが日本が良かった部分というのは合作できるという意味では、まあ、非常に親和性としてはですね、ある国だとは思います。さっき出てましたけども、じゃあどん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 日本の企業が進出していけばいいのかってところですけども、そういうわけでもないんですかね。いや、僕はね、進出してっていいと思いますよ。その経済成長はあるけど、ただ先ほどお話したように極めて超ミクロ的な視点で言うとですよ、駐在員の人がね、あんまり行きたがらな がらないっていうのは非常に大きいです。これはやっぱり衛生環境だったりだとかで、チャイナとインド14億ずついますけど、片方10万人の長期在留者で、インドはですね8000人ぐらいしかいないというデータなんですね。だからやっぱりそういった意味だとちょっとですね、やっぱり行きたがらないというところもあるし、今はまだ行けてないというところもあるので、まあ、その辺企業さんとしては、その生活リスクも考えなきゃいけないし、政治的にはただモディさんが続く以上インフラ投資をやっていくので、直接投資とかにはいいかなという地域であると思います。まず中国とインド、どちらと日本はこう付き合うとして難しいでしょうか。はい、どちらも違った難しさですよね、これは間違いなく。先ほど申し上げたように、共同幻想が片方マルクス主義であり、片方はヒンドゥー教という我々が持っていないものなので、まあ、言い換えればですよ、チャイナは権威主義的で独裁的であると。で、まあ、インドに関しては文化多様性と言いながらの謎自身があって、俺様主義すぎるよねという話なわけですよ。やっぱそこに対して日本がどう、アクションを起こすのかって、まあ、付き合わざるを得ないよねという中で付き合っていかなきゃいけないので、相対化してですね、どっちか付き合いやすいというのはない。ただ先ほど言った G3 の構造みたいなコツっていうのがあって、アメリカと日本は比較的近いわけですから、その中でどちらかという議論っていうのは出てきますし、だから であるがゆえに、対中牽制という意味でインドと付き合いましょうっていう、そのチャイナファクターがあるからインドっていうことはよく言われますよね。それはやっぱりこう中川先生よくご存知だと思いますけど、その上海協力機構の中でモディはプーチンに対して戦争の時代じゃないと直接言ったわけですよね。外交対話、まあ、いわゆるソフトパワーの力だと、まあ、そういうそのこれはまあ政策的に当然ロシアに依存しているところが脱却していきたいとか、いろんな思惑あるでしょうが、モディ首相のある種のこう個人的な考えというか哲学がやっぱりそこに反映されていて、日本としてはまあ少なくても習近平にそういう哲学が見られない以上はインドに対してある種希望を見出していくのが正当だっていう、そういうことになるんですかね。ですね、そこは哲学というよりも、まあ、インドの地図、皆さん納得を思い浮かべていただければいいんですけども、パキスタンというのが圧倒的なこう敵対するところなんですね。で、一方でまたチャイナというのも国境紛争をやっているので、このチャイナとパキスタンをどう制するのかというところが、インドにとって一番見えているところで、そうするとその外でチャイナの一個先であるソ連、ロシア、それからパキスタンの一個先であるイラン、アフガニスタンというところとどう外交関係をつかめるのかということでやっているのであって、別に何がイデオロギーがどうとかじゃないんですね。だから今おっしゃったことっていうのはどちらかというと思想とかイデオロギーに近いんだと思うんですけど、 もっと紛争を抱えているところを制するためにその先と付き合うっていう概念の方が近いと思います。忘れちゃいけないのはインドは核保有国ですからね。日本が政治的なさまざまな交渉する相手国としての存在は僕らの方でも整合性つけとかないといけないと思います。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。